補習科とは、日本で浪人生を対象として普通科の高等学校に設置された学科のことである。鳥取県のように専攻科が浪人生向け教育を担っているところもあった。明治時代に中学校令として設置された補習科が起源であるとされており、その補習科を中学校令が失効した後もそのまま継続させたものである。現在、公立高校に補習科を設置させても良いという法律の根拠はない。地方の予備校が少ない地域の普通科高校で設置させることが多く、予備校に比べるとかなり安い授業料で授業を受けることができる。その高校の卒業生しか入り科できない場合が多いが、周辺校の卒業生の入り科を認めている学校もある。また、その高校の卒業生であっても、前年度の卒業生しか入り科を認めていない高校が多いが、香川県立高松西高等学校のように、複数年度にわたり入り科、在籍を認めている高校も存在する。希望者は誰でも入り科できるというわけではなく、入り科試験を行っている学校が多い。現役時より校則が厳しいことが多い。授業を行う等の生徒の指導をするのは、その高校の教員である場合が多い。東京都においては1968年に、都の指導により、都立高校の補習科は廃止された。予備校の進出、自治体の財政上の問題、入り科希望者の減少などを理由に、多くの高校で補習科は廃止され、現在補習科が存置されている高校のある県は少ない。島根県、岡山県、香川県、宮崎県のみである。公立高校、私立高校。ありがとうございます。